はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナでは続きをやっていきます。城塞都市ジャドに来たところですね。まあ、ジャドに来たんですけれども、ビーストキングダムの住人たちがここジャドの町に攻めてきた。奴らに港は封鎖されてしまった。船は全部欠航、もうどこにも行けませんという感じになってるんで、まあ、このジャドからね、抜け出す方法を探しに行きましょうということで町をうろついていきます。この中にもアイテムあんだ。4ルク、これ多分お賽銭的に投げられたやつだよね。それを漁ってんのか、マジ小じきだなこいつ。カメラは少し引きにしてあります。これなんだ、火やめてください。あ、こいつあれか、獣人かと思った。女の子はキャーやめて、何もしてないでしょ。なんだお前は、あっち行け。はい、で武器屋があるけどちょっと見てみますか。これいいよね。確かに聖剣3とかこういうさ人だったけど、なんか 3D になるとマジでウケる。またお客さん会、ダメダメ、何もない。武器没収させられたんだ。確かに何も置いてないわ。じゃあ素直にイベントを進めていきますか。これ多分上だね、目的地的に。ここ酒場。あ、ホークアイがいる。この町も戦いに巻き込まれている。俺の故郷でも戦争を始めようとしていた。世界中戦争だらけ。一体どうしちまったんだろう。そう、このジャドはね、一応みんな立ち寄るんで、いろんな人がいます。どこに誰がいるかは分かんないけど、とりあえずここにはホークアイがいたと。ビーストキングダムの獣人たちは昼間は普通の人間と見分けがつかない。夜になると獣に変身することができるんだ。変身している間は血が騒ぐんだ。じっとしていられないみたいなんだ。それで夜な夜な漁師様の館に集まって好き放題暴れ回ってるのさ。その間は警備が手薄になる。町を抜け出すチャンスだ。仕方ねえ、警備が手薄になる夜まで宿屋で休むとするか。一流の剣士はこう焦らないものだからな。まだ全然一流じゃないけどね、レベル2だから。飛び降りてみよう。おお、足腰強いな。さすが一流の剣士。宿屋どこ、こっちか。あ、植木鉢ね。これちょっと見たけど、なんか植木鉢植えれば植えるほど、そう、植木鉢レベルアップするみたいですね。アイテムの種からいいアイテムが出る確率と敵が種をドロップする確率が上がります。ちょいちょいこれはじゃあ植えていきましょう。アイテムの種、これ何個全部いけるの、全部使おう。え、すぐできる。まんまるドロップ、夢見そう。種を植えしもの、シャドウゼロの瞳。あ、これ攻撃系のアイテムかな。ドリアードのドロップ、いやもう分かんねえわ。金運のアロマ、アイテムの質がよくわからない。経験値が溜まったね。で、アイテムリングコマンドがここにあるんだけど、これ全部もうあんのかな。マイコニロの瞳、眠らせる、昼と夜入れ替える、シャドウゼロの瞳。あ、ステータスダウンか。味方に一度だけダメージ無効化を付与。一度だけっていうのがなんかあれだよ。一定時間もらえるルックが 10% 結構いいね。まあでもそんなに今金がもらえなさそうだからな。よし、じゃあ寝ますか。ただでいいよ、住人たちがいたんじゃ商売にならない。こいつ踏み倒してばっかだな。まともに金払ったことないんだけど一回も。占いも踏み倒して、船代もどうせ踏み倒してるでしょ。金減ってなかったから。行ってしまった。ジャドを脱出しよう。
あ、宝箱が見える。パックンチョコ、いや全然さ探索してないんですけど、街の中結構みんな普通にいるよね。今なら抜け出せるんじゃないか。でもこの街に住んでる人はまあちょっとね、家があるからね。もう怖い人たちいないの？夜になると変身するっていうのは本当だったんだ。街の外から獣の声が聞こえるよ。え、街の外にも行ってるの？ってか領主の館って別に行ってないけど本当にさ何も見てないよね。こういう扉とかあるけど、あ、行けないわ。地図的にも行けなそうだしな。この奥とかなんだろうな。城塞都市っていうくらいだから結構壁囲まれてるよね。まあいいや、そのまま堂々と外へ出よう。ラビの森、いやラビかわいい。なんかこれだけ見るとなんかモンスターっていう感じはしないよね。どっちかっていうとペットみたいな。あれ、どこに逃げる？あ、こっちか。あ、バウンドウルフ。これもさ、ウルフっていうより犬だよね。かわいそうだな、めっちゃ骨になってるし。ちょっとじゃあせっかくだしセーブしていきますか。んー、まあ最初はいいや、消しちゃおう。こっち側なんかある？あ、これなんか船的なのあったっけ。ここ上陸ポイントになるな。船あったっけ、なんかわかんないけど。宝箱、星屑のハーブ、さらに落ちているロックルク。俺今金いくら持ってんの。こっから見れるんだよね。144円か。寝てるな。あ、起きた。まあいいや、倒そう。食べ攻撃あったね、そういえば。そんなに食べも遅くはないから、あ、使ってはいけそう。なんか見えた今、プイプイそう。どうだ、あ、こいつか。ジャンプ攻撃しないといけないんだよね。弱弱ため強攻撃とか、弱弱倒せるわ。弱ため、あとねロックオンもできるんですよね。40円、結構な金額だな。これは回復。ラビレベル1とかだともう全然経験値入んないから。213で今ので9でしょ。だいぶ倒さないとダメだね。目的地どっち？アストリア、アストリア行くか。滝の洞窟へ向かおう。滝の洞窟へ向かうか。じゃあ先に、あそこの宝箱開けられてる。なんか俺どっから来たっけ。こう来てでこっち、あ、やっぱでもこっち行かなきゃいけないのか。ジャンプ攻撃、やっぱハードでもこんなもんだからね。ベリーイージーとかどんだけ簡単なんだろう。アイテム発見、種50円。金はどうなんだろう。アイテムとか買ってって金欠になるのか。ドラクエって結構金欠になるんだよね。あの全部最強装備を整えようとすると結構レベル上げっていうか金貯めしなきゃいけなくて、まあ、そういうのはゲーム次第になると思うんだけど。あれ、まだいる。いた。壁攻撃34、3発分か。アイテムの種は結構手に入れたいよね。そうそう、まだセーブはいいかな。アストリア、これどっちから見て
いやどっちみたいな。これやるとさ全部方向一緒じゃん。まあ、こうこうこうだよね、正面がこうだから分かりづらすぎる。これは範囲攻撃でいいんじゃないか。弱弱強だ。範囲攻撃は、あ、ラビンレベル3になってる。ここら辺の敵は少し強いんだな。これの経験値も期待できるけど、敵は見つけ次第殲滅する。寝てようが構わない、寝込みを襲う。それがピュアンだ。あ、ラビンレベル3、やっぱちょっとタフだ。画面が見えん。10円、落ちてるものは全部拾う、目につくものは全部倒す。7、これちょっと食らってる感があんまりないから、いつの間にかヒットポイント減ってそうだな。ヒントとかって毎回出てるもんね。ただ強靭はオフにしたんで、右側の目的地の表示の下には多分出てこなくなったけど、ヒントは相変わらず出てくるね。マップあって、マップ見れるんだよね。すげえ逆なんだけど。こっちじゃなくね。マップ見た方がいいね。帰ろう。帰りながらアイテムを手に入れていこう。ちょいちょい確認してから行った方が良かったわ。こいつは倒さないとダメかな、隠してるし。いや3は強い。3なんだけどこんな敵強くなるんだ。レベル1はまあレベル3も結局弱いけど、だからここをそもそも間違えたんだな、行く道を。こっち側か。でこれが見れないか、戦闘中だからレベル1に下がってる。まず先に行けと。レベル1の方から、アストリア、アストリア行ってもしょうがないんだよね。滝の洞窟ウェンデル、こっちか。ここも視点が固定されてるね。目に見えない力に押し戻されて入ることができない。くそ、結界か。こりゃぶっ壊せそうにないな。仕方ない。どうすりゃ突破できるのか、聞き込みに行くか。結界のさ、突破の仕方なんて一般人が知ってんの？湖畔の村、アストリア。じゃあちょっと見ていきますか。いろいろ行くところがあるね。3箇所か。武器屋らしい武器屋はなさそう。いや、ある。下の方にあるね。ここだったらさすがに買えるでしょう。どっちからいいんだ、ここか。親父、武器をくれ。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。真面目になるな。アイアンソード。あれ、俺今何装備してる。あ、プラス4じゃん。買おう。100円、気に入ったぜ。装備する。216円、3人分揃えようとすると結構大変だね。武器だけで金が枯渇する。防具に割くお金がない、まあ、今一人だからなんとかなるけど、ちょっと防具屋さんも見よう。こういうのやっぱ漁らないとダメ。道具はもう自力で拾って調達するしかないよね。どっから入んだこれ。ここか。あ、近くね。じじいになってる。ここか。ここもじじいだ。あいつとは限る。げ、寝てる。買えないのか。まあ、朝早いからね。こんな朝っぱらから防具を見に来る人なんてよっぽど緊急性が高いよね。
ジャドを抜け出してウェンデルに帰れると思ったら今度は結界が張ってる。結界を解く方法、そいつ俺に聞いちゃう？俺が教えてほしいぐらいだよ。そりゃそうだよね。今日ここで一泊することにした。誰かが解いてくれるのを待つ。他力本願、それもまた一つの選択肢。誰も信じてくれないけど俺は見たんだ。変な光が湖の上空を飛んでるのを。きっと今夜も現れるかも。でっていう、もう街の中とか、街っていうか家の中入って一人一人話を聞くのも大変だな。知っているかもしれんが、世界各地にあるマナの女神像、金と銀がある、まあ、金はヒットポイント、マジックパンも回復してくれる。どちらも記録を保存できる。何なんだろうね、この一般人 GG。 この GG 何なんだ。もう少し肩の力を抜いた方がいい。女の子にモテないよ。いや、意外にデュランモテてたからな。で、あと一人話す人がいるね。あれ、あ、そうか、これなんか一回一回なんかビビるんだけど。お、怒ってる。10円。都の大会セント・ウェンデル、東の村にある滝の洞窟を抜ければたどり着ける。ただ今は生徒から生徒を外敵から守るために結界が張られている。宿屋へ向かおう。まあ、とりあえず寝ると、寝ることに決めました。この4円を拾ったんで、1泊いくらだろう。宿泊料が知りたい。いらっしゃい。6円か。夜まで泊まっていいのかな。拾った金で泊まれるっていうのもまたすごいよね。まあ、RPG はね、だいたい宿代が安いっていう。こいつ鎧着たまま寝てるし、絶対寝づらいだろう。ゴツゴツしすぎでしょう。なんだ。あの光は。よし、じゃあ謎の光を追いかけていきますか。お、じいさん、あの光を見ましたか。あんなようなものを初めて見ましたぞ。なんだあの光、モンスターか。なんだか知らねえが面白そうだ。追いかけて叩き切ってやる。謎の光を追いかける。モンスターはそのまま寝てるし。で、こっち側に行くのか。で、こっからレベル3になるとか。そういうことね。ラビ。まあ、全然まだ一人で対処できるからな。あれ？まだいる。剣を構えている。いた。戦闘態勢に入っていたな。俺が先行しよう。モンスターは蹴散らしてやる。だから安心して行ってくれ。さあ行くぞ。あれ、あとどれくらいでレベル上がるの。ラビと同じレベルだからね、多分3レベルだよね。今4レベルになった。育成ポイントプラス1。この像何なんだろうね。かなり邪悪だよね。はてな。あ、なんかあるか、やっぱり。上か。いや、叩き切るんじゃなかったの。
丈夫。あなたは？俺はフォルセラの戦士、デュランだ。アストリアの宿で光が見えたから。そう。この際、しょうがないわね。よし、あなたに決めた。何？レン、こっちの話。ねえ、お願い。私をウェンデルの光の司祭様のところに連れて行って。私にはもうこれ以上飛ぶ力が残っていないの。ああ、俺もちょうど行くところだから構わんが、滝の洞窟には結界が張られていて通れないんだ。それは私がいれば多分大丈夫。さあ急いで。マナの聖域に異変が起こっているの。マナの聖域？それは…結構頑張って飛んでるよね。もう飛ぶ力がないとか言っときながら。アストリアの村の方だ。何があったんだ。急いで戻ってみよう。私はあなたの中に入り込んで休ませてもらうね。しばらく姿が見えなくなるけど心配しないで。ほら、早くアストリアに行ってみましょう。ああ、頭の中から声がするなんか変な感じ。早く。たく、わかったよ。フェアリーと一緒に行くことになった。あれ、自己紹介したっけ、フェアリーって。いや、俺は自己紹介したけど。ねえ、あなたはなんでウェンデルを目指しているの？どうしても強くなる必要があったら、クラスチェンジの方法を知りたいんだ。そう、いろいろと事情があるのね。大した事情言ってないよね。めちゃはしょったよね。全てを察してくれたフェアリーは、まあ、頭の中入ってるから覗けるのかな、今まで何があったかみたいな。パックンチョコ、まあ、でも一言で言うと強くなりたいからっていう、それだけだからね。こいつずっと飛んでるの。ラビは寝てるけど、アサシンバグはいつ寝てんだろう。これレベル1上がると結構次のレベルまで経験値が必要だな。まあまあ、でもサクサクは倒せるよね。28、あ、でも28もらえるのか。20戦闘くらいしなきゃダメか。でも、まあ、20戦闘はいかないけど30くらい。ここレベル1だから、経験値はやっぱ違うか。10、全然違うわ。一体何が。みんなはビースト兵に襲われたようね。ひどいこと。一刻も早くウェンデルの光の司祭様にこのことをお知らせしなければ。ウェンデルが危ない。再び滝の洞窟へ向かおう。これさ、誰もいないの本当に。結構あれだよね、フォルセナの兵士もさ、デュラン以外みんな死んでさ、街一つ全滅してるからね。天使の聖杯。だってここ辺なんか子供がさ、こう無邪気に歩いてたよね。6円、この6円で宿屋に泊まれるけど、宿屋のおっちゃんもやられてしまったか。一瞬だったな。ビースト兵恐るべし。これはみんなの無念か。まんまるドロップが魂となって、さらにあそこにも魂が流れ着いている。まんまるドロップとなって。結構宝箱ある。100円。あ、あそこにも。これそのまま行けっかな。
いけそう。いけた。2円、まあ、こんなもんですか。 あそこにいっぱいあんな。ちょ、見えたら取ろう。見えてるものはやっぱり取りに行きたい。4円、6円。どんだけさ、金がちょび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 落ちてんのこの世界。みんなズボラすぎでしょ。金そのままにしてんでしょ、落としても。あの壺とかなんか絶対入ってそうだけどね。いけんのかな。あ、いけた。まんまるドロップ、アイテムの種。ちょっとアイテム多すぎだよね、一つのこの町に。で、滝の洞窟はこっちだけど、ちょっと一回セーブをして終わりにしますか。というわけで今回はここで終了したいと思います。次回は滝の洞窟の方向かっていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。